医療介護労働110番は愛知県医療介護福祉労働組合連合会が主催しました。新型コロナの影響で発生している労働問題などの相談を弁護士や組合役員など20人体制で受け付けています。コロナによって離職につながってしまうようなことがやっぱり決してあってはいけないと思うんですね。その人手不足、医療物資の不足、この問題をですね、国自治体に補助していただきたいと思います。相談の内容は行政機関や経営者などに伝え改善を求めることにしています。電話番号は 052-883-6955 で今日午後7時まで受け付けています。